では、5月号始めたいと思います。鈴木先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今月の話題、ゴールデンウィークいかがだったでしょうかということで、皆さんにもチャットでご参加いただければもい、あ、ん、チャットでご参加いただければと思います。はい。で、カラコレ研究所影の表現方法ということでございます。色作りっていうだけではなくて、撮影方法から影の部分の色どうやって出したらいいのみたいな、ソフトウェアだけでなく、撮影方法なんかも今日はお話しできればと思います。はい。で、お題なんは素敵な影ということで、今現在29件。多いですね。はい。これまだ多分後で拾っていかないといけないやつかもしれませんね。あ、30件になりましたね。なんか30件までしか表示しないとかってあるんで、ちょっそうとです後ね。で拾いながら、たいと思います。で、皆さんも自分のがもし出てないとかっていうのがあればおっしゃってください。はい。で、告知となります。ではですね、ゴールデンウィーク、いかがだったでしょうかということで、どうでした、先生は。ゴールデン。私はちょっと半分仕事みたいな、ちょはっい。とコンテスト審査系があったんで、はいゴールはいはい。はい。デンウィークの間にそれをやって、東京ちょっと行って、横浜で、横浜ちょっと祭りがあったんで、祭りっていうか、まあ横浜の開港パレードってやつがあったんで、それ見に行ったりして、で、最後にボクシングのチケットもしたんで、ボクシング 観戦ですね。はい。ボクシングお好きなんですか？そうですね。うん。月に2回ぐらい見に行ってます。おお、そうなんですね。はい。あれですなか？んだかん格闘だ。技全般というよりはボクシング。ボクシングです。もう完全ボクシングだけですね。見に行くのは。もうそうですなね。るほどね。そういうのなんかあるといいですよね。はい。はい、そうですね。この辺でボクシング見に行くっていうと、なんか、うん。神戸どう？もいろいろありますよ。あるんですね。か？長谷川穂積さんのお店が、タイ料理屋が神戸にありますね。で、ジムがあるはずです、穂積さんの。あ長谷り川ます。穂積の。はい。なるほどね。大隣阪がにね、ね、大阪にはたくさんありますうね。ちのスペースの、メリケンの隣にボクシングが入ったんですよ。ボクシング興行するための、親父ああ、ボクそうシなングんみですたか。ああ、そうなんですね。うん。いな。で、そこに長谷川穂積来てましたよ。穂積さん大好きだったんです。現役時代は。半年ぐらい前。ああ、そうですか。長谷川穂うん。積来てました。で、もろにうちまで音聞こえるんで、そうですよね。ちょっと前文になん句。か神戸に行ってる時に、はい。あそこのモザイクのあたりでやっぱなんかイベントやってて、穂積さんが来てるっていうのを見たことがあります。はい、はい、はい。だから、まあ、なんかあるんでしょうね、ちょこちょこは。なんかやってると思います、神戸クラスだと。なるほど。あ関と西もは、たくさんありますね。うん。あとあれですよ。ポートタワー、神戸ポートタワーがオーうん、そうプンだ。が4月ポー末トに。タワーの写真を見ましたよ、何人かの方。うん。今度、登るのも結構有料だけどって言ってね。あ、藤井さん、めちゃ美味しいです、タイ料理。あそこなんかで、ね、閉めたとか閉めないとか聞いたんで、ちょっと調べないといけないんですけど、はい、うん、今度行きたいと思います。あ見りたがことうごとざいない。ます。え、行きます？今度、じゃあそこ。うん、なんかね、穂積さんとこ、なんか閉めるとか閉めないとか聞いたことあるんですよね、ちょっなんと。ですか。はい、調べて、今度連れてってください、ぜひ。もし空いていれば行きましょはい、ぜひぜう。あひ。と、今月、鈴木先生、月末いらっしゃるんで、その時にそポうートタなんワーでに登すりましょよ。ああ、嬉しいです。はい、いつもね、学校とか下からう。はい。見てるだけだったんで、はい、嬉しいです。僕も新しいのまだ登ってないんで。はい。まだこれからです。なんか有料なんですよ。もともと有料なんですよね、上があ、るの有は料でね。すよ、登るのね、は。そうですよね。なんか上上がるのは有料とかって言って。そうなんです。なのあ、まで、だやってますね。はい。三宮にあるクルアタイというお店が、あ、穂積さんのお店です。じゃあそこ行きましょはい。はい。うわ、嬉しい。う。ご本人忙しくていなそうだけど。立ってるんですか、本人は、そこに。本人、ほとんどお忙しい解説とかされてるんでね。どうなんでしょうね。うん。ね。はい。ということで、まあ、ポートタワーが、はい。
まあ、ゴールデンウィーク前半って言ったらいいんでしょうかね。前半よりちょっと前ですけど、オープンしまして。はい。混んでたでしょうね、本ゴ格ールデ的ンウィーな、ク。いよいよ本格的にということで。まあ、大阪万博を前にして、随分いろいろ変わってきておりますので。はい。僕らもなんかそう戸で惑っすよね。ております。道も変わってきてたり、ああ、そうですか。やっぱそうで、そういうことになりますよね。はい。あの規模なんのね、か、行けないところ、ここ、通れてたところが、なんて言うんでしょう、ルートが変わって通行止めになってたり。うん、なんか、ロードデザインが変わるっていうかね、なんか通行帯が随分変わって。やっぱ神戸にもかなり影響があるわけですよね。あります、あります。うん、そうなんだ。うん、まあなんか建設ラッシュですしね、あっちこっち。そうですね。横浜の時が本当まさにそんな感じだっうん。たんで、あのね、埋め立てで何にもないところに、ポカーンと、そうなんです。それがね、今のみなとみらいなんで、そうですよね。あそこ、万博会場だったんで、懐かしい。なので、そんな感じでちょっといろいろ工事があちこちで行われ楽しみですね。でした。と、ゴールデンウィークの前に福井県永平寺に行ってまして、おお、いいですなんかね。永平寺行こうかって言って、永平寺行って、福井県の海の幸を。ああ、美味しそう。なんか日本海美味しいですよね。なんかうん。魚。まあなんか旅の仕方っていうのを、ちょっと、まあ僕らが今持っている旅の仕方っていろんなところでちょっと今喋るようにしてるんですけど、なんて言うんでしょうね。観光マップ見ていかない方がいいですよ。やっぱり自分で行って、リサーチして、美味しい店を見つけるみたいな。そうですね。うん。事前情報で行っちゃうと、もうなんか本当になんかしょうもない店に、観光地のお店みたいなそうですところよに。ね。本当と。鎌倉とかもそうですもん、やっぱり。そうでガしイドょ。ブックに載ってるようなところは、やっぱり基本は。だからもう観光客向けの料理って作られてて、別にどこで食べても一緒みたいな感じじゃないですか。で、僕行ったのは、駅前、福井の駅前、今ちょうど新幹線が、北陸新幹線そうですが、ね、金沢から伸びて。はい、伸びて、ちょっとその辺で湧いてるんですけど、ああ、やっぱり、新幹線ブームで。で、駅前がだいぶ綺麗になってて、そこにね、なんか、バルっぽい感じの駅前ビルみたいなところに、そういう専門店をまとめてるようなお店があってですね、そこに行くと、まあなんかご当地ものが結構食べれる、自慢いいでのおす店ね。みたいなのが集まっているところで、いいな。はしご。で、今、ここに福井、神戸から出てきたんですけど、福井で食べるんだったら何食べたらいいですかみたいな聞くと、もう絶対これ食べてくださいみたいな店員さんと話して。福井は何ですか？カニのイメージはありますけど、ね、季節まあでの、も、あ普れです通けにど。海の幸ですよ。やっぱりね。どこでもある。ただ、まあ、取れたてで今これが一番旬なんで、これを季節しによっててまね、す。違いますもんね。はい、感じで、いただきましたけど、まあなんかそういう会話もできますし、なんかチェーン店みたいなとこ入っちゃったらみんな会話できないじゃないですか、確かに店員ね、さそうんでとすか。ね。そうですね。うん。あとはまあなんか地酒の店が隣にあったりとか、うん、そんなところのお店に行ってっていう感じですね。近森さんが、永平寺いいですよ。禅寺らしく、質実剛健な感じ。なんか永平寺僕合うなと思いましたね。ね、禅寺ってちょっとね、ちょっと空気感が独特ですよね、うん。本独特でした、なんか。やっぱ修行僧の方がやっぱりしっかりいらっしゃるし、高野山とか、比叡山とかとまた全然違う感じでしたね。はい。あ、藤井さんがやっぱり閉店するんだ。6月17日に閉店。
ね、なんか噂には聞いてたんですよ。ありがとうございます。すいません。ね、なるほどね。じゃあ、早く行かないといけないじゃないですそうか。ですね。今度5月かな。はい。という感じで、まあ、永平寺行ってました。あとあれ、鎌倉も多い、禅寺。総本山の総本山。鎌倉はどこですか？あれですか？鎌倉って、お寺ありますよ。鎌倉の禅寺ってどこだろうな。鎌倉。あ、建長寺？建長寺でしたっけ？ああ、そうです。建長寺は、そうか。建長寺って紫陽花寺ですか？いや、また違いますね。紫陽花寺は、明月院とか、あと、長谷寺とか。あ、長谷寺か。建長寺ってあれですよね。三建門。長寺禅寺ですね。なん大ていうんきですくか。て、鎌倉、北鎌倉なんです北け鎌ど、倉降りて、なんかお店がいっぱいあるとこ通っていくお店がいっぱいあります。とこですよね。はい、そうです。はいはいはい、行きました。はい。うん、なるほどなんね。か広いんですよね、建長寺もすっごい。なんか広いから。住職が殺されたとかってどっかありませんでしたっけ？建長寺は、違いましたっけ？建長寺はどうだっただろなんか不祥事があったみたいな、なんか。う。抱東え京込んのだ。飛鳥不祥事ありましたよね、なんかね、東京の、うん。深川の方のうん。八幡宮は、なんかそんな事件ありましたけ八幡ど、宮。なんか家族あ、同そう士のそうなんそうそう。か、ありましたね。あ、こっちの鎌倉じゃ建長寺は大丈夫かな なんか、いや、長い歴史の中に何かあったかもしれないんですけど、ない。でもそまあ、一れ、番大きいですよね。ゴールデンウィーク前に行って、ゴールデンウィークは後半、前半戦は仕事してましたね、ほとんど。ね、仕なん事しか、ていて、10日ぐらいあるとね、ちょっと、そうなんです。で、突ね然、なんか物取りの仕え、事。大変です。なんかそれももう突然何日までに撮ってほしいみたいなんで言われて、もうバタバタしながら撮って納品したら、その5月3日になんか商品がテレコになってるって、 A という商品群と B という商品群があったんだけど、それ一部の商品が入れ替わっちゃってますっていう連絡が 3日の日にあって、僕鳥取にいたんですよ、その時。嫌ですね。嫌ですって、仕事で嫌ですねっては言いたくないですけど。で、だって僕、チェックしたし、そんなんチェックするじゃないですか、普通に。リスト表見ながら。チェックして、なんか商品が間違ってるって、ちょっと考えられへんなと思って、これを廃業せなあかんのちゃうんと思いながら、車運転してて、ちょっともやもやして。大いや変ででもす今ね。更帰れないんで、6日、5月6日に帰ってだったら取り直しできますとかって言ったら、もう5月6日でしょうがないですねとかって言って、もうもやもやするじゃないですか。しますだよから帰ってでね。も取り直しするかなと思ったんですけど、1時間ぐらいしてまた連絡があって、すいません、会ってましたとかって言って、何それみたがっくりしますね。もうね。まあでもいな。良かったですね。それはね。もやもやしましたけど。一応スマホにデータが入ってるんで、いや、間違えるわけないよなとか自分でも見、間違えたとしたらどこで間違えたんや、どのタイミングやみたいな、散々考えて、何ですやよそれみたいね。な。合ってました。一応その後のシミュレーションが全部パーですよ、僕の。大変でしたね。はい。あとは鳥取周りで、セラに行って、で、尾道寄って帰ってきたって感じですかね。いいですね。もう星空を撮りに。いいですね。お鳥天気取砂大丈夫でし丘。た？はい？お天気はお大天丈気夫大で丈し夫た？ああ、よかったですね。です。鳥取砂丘で、イサリビと、復活利量のイサリビと、砂丘と、をバックにして、星空を撮るっていうプランを立てて、行ったんですけど、もう何て言うんでしょう、風がきつくて、砂が大変そう。舞ってるんですよ。もうバチバチ。大変そうですね。顔が痛いやつですね。
でね、もう2時間ぐらい取って退散しましたね。うん、そうなんただ、ですね。大変。本当、防塵防滴性能っているなと思いました。ね、ああいう場所そうなりますよね、きっとね。三脚しまうときにもジャリジャリ言ってましたからね。私もあのね、海岸とかで風の強い日だってすごいですもんね。すごもい。う、中砂が入り込んで。だから皆さんもあれですよ、防塵防滴性能っていうのはカメラに、ね、どっち意か識としておうと、いた方がいいですよ防ね。滴性能を言うんですけど、防塵ってやっぱり砂のところに行くと、たまらないですね、あれは。確かにね。でもまあいろんな発見があったんで、それはそそうれでで。すね。そうですね。この夜は車中泊というか、車中仮眠みたいな感じで、ああ、そうですか。まあ、どっちしても12時近く、12時近くになると漁が終わるんですよ。釣り漁の。綺麗ですよね。あの光がポツポツそうね。なんです。はい。で、漁が終わるんで、まあ、その辺まで撮って、そっはい。からなんかどっか泊まりに行くって基本的に考えないんで、もう車の中で。スーパー銭湯にその後行って、はい。で、どっか寝やすいところのサービスエリアに移動して、で、まあそこで休むというパターンですけど、まあ、今回は結構快適なシステムをちょっと構築して、車お、中素晴らしい。いいですね。結構だい皆ぶさ快ん適。ね。そうすると寝すぎちゃって気持ちよくって。ああ、そうなんですか。結構ね、6時間ぐらいね、寝季た。節もいいですしね、今ね。なので、そんな感じで快適な車中泊を経て、そこからセラに向かいましたね。いいですね。そうなんです。まあ、そんな感じで、あと尾道寄って、まあ、だいぶ変わってましたよ、尾道も。ああ、そうですか。来年ぐ駅らがいね。ね、駅が新しくなってから一回行ってるんですけど、コンテストがあったんで、写真の。そのだい後ぶ、行けてないんで。店がだいぶ変わって、まあそうですか。来年ね、フォトウォークしたいなと思ってるんで、ねえ、尾先生道とかいいですよのタイね。ミングで来ていただけたらと思ったりもしてるんですけど、またぜひ。そんな感じで、行ってまいりました。なので、結構運転疲れみたいですよね。な。そんなゴールデンウィークでございましたね。そんなぐらいですかね。そうですね。あ私と、はどうでもいいんですけど、横浜って開港パレードっていうのに、横浜ってドラマの危ないデカの舞台なんですよね。そうで、です今ね。回のパレードは柴田恭平と舘ひろしが登場するって言って、で、それはしてたんですけど、結構周りにね、危ないデカマニアってすごいたくさんいるんですよ、横いま浜っすて。ね。うん。で、行くとかいうのが合言葉になってて、いや、私別にいいかなとか言ってたんですけど、たまたまそっち方面に行ったから、ちょっとパレード見に行こうかなと思って、パレード見てたんですよ。ちょっと崎陽軒のフロートとか着て、こう、お弁当の形したフロートとか着て、わあ、崎陽軒だとかって、ひょうちゃんだとかって大騒ぎしたんですけど、しばらくしたら、自分の母校の中学とかもブラスバンドが出たりとかしてて、見てたら、なんかね、この危ないデカのこう車らしきものがこうやって入ってきて、ってきたんですあ、ね。なんかこれ最後、もう危ないデカやってきちゃうとか思ったら、すごい、ものすごい人が、こう、そ の移動舘しひてきろした。と柴田恭平を追いかけながらこう移動してきて、すごかったです。男性ばっかり、ほとんど。もうすごかったです。なるほど。でも生で見ましたよ。ちゃんと写真も撮りましたし。よかったですね、でも。かっこよかったですよ、やはり。ね、5月24とかからかな、映画が始まるようなので、また皆さん。神戸かなんかでもロケあったみたいですね、危ないデカ。神戸でね、結構ロケやってますよ。ね、横浜はすごい大騒ぎなので、また、皆さんもまたよかったら映画ね、見てください。横浜が結構映ると思いますので、でか、もうでもいいお年ですもんね。もうね、恭平さんもやっぱりご病気されたからかなり細くて、もうびっくりするぐらい細かったですね。で、2人とももう、70でしょ、でもうも。70過ぎてると思いますよ、2人とも。かっこでいいすでよすよ、オーね。ラがあって。でも衣装のまま出てきたから、本当危ないデカみたいでしたね。かっこよかった。いつまでできるっていう感じでしょうね。もうラストっていうから、もう皆さんも、もしかしたらもう生で見れるのも、そんなに長くないかもしれないから、今のうちに。
お元気でいても、ね、映画が撮れるかって言ったら、やっぱり体力っていうものがね、必要になってきますアクから。ションも結構すごいじゃないですか。そうなんですよね。よく考えると、ちょいちょい、ロケ、出会うんですよ。本人はいなくとも。だからね、あと、かなり、横浜市もロケ地マップみたいのを作ったりとかするぐらいなので、かなりね、賑やかにしております。なので、まあ、ちょっとそんなゴールデンウィークでしたという。そうですね。近森さん、砂、砂丘でなくても黄砂があるという、あるわね。ねえ。黄砂もきついですよ、本当に。こっちはね、関東はそれほど、まあ、それでも、多分ニュースでやってるので、あ、黄砂なんだね、みたいな。関西がやっぱすごいんじゃないですか？すごいですよ。ねえ、距離的に。もうね、車の、ねなんか目がアレルギーっぽくなるみたいえ。ああ、やっな。ぱりねえ。困りますよね、黄砂もね、本当。なんかそんなのがありますね。あ、あとはあれですよ。山歩きを復活させました。2年ぶりに。ああ、いいですね、低山登山ですけど。でも楽しいですよね、シーザン今テクテ年ク。はちょっとしっかりと登りたいなと思って、2年ぶりに復活をさせました。そんな感じですかね。いいですね。ということでございます。次行きましょう。これ研究所、影の表現方法ということでございます。今日のね、結構面白いと思うんですけど、鈴木先生からデータをちょっとお借りしまして、影3つあるんですけど、ちょっとこれからやってみたいんですが、こういうやつですね。これは先生、どちらで撮られたやつなんこでれしょ横浜ですね。横浜の外人墓地、山って外国人墓地というところに、やっぱ資料館がありまして、そこで撮った一枚ですね。これはもう完全に露出が外の風景に合わせて、そうです。で、そこから追い込みながら、この影の部分を、シャドウ部を作っていこうという作戦で露出が決まってる。そうです。まあ、ちょっとアンダー目には撮ってるんですけど、外の露出にしても。まあ、中の影っていうのを白く飛ばしたくないっていうのと、カメラの設定を、ハイライト重点速光っていうのにして、なるほど。ハイライトに合わせた露出決定をしてるんですね。それもあって、ちょっとアンダーに、なってると思います。このあたりなんですかね。そうですこのね。そこと地面の白と、どっちかかな。そういうとこ飛こばさずに会場を出したいなって。と、ここら辺ですよそうね。です、そうです。その辺ですね。この辺。あれ、便利ですね。ハイライト、中点そう重なんですよ。やっぱりね、逆光とか、こういった光と影っていう時は、白飛びを防ぐことができるということで、よく設定してます。なるほど。またちょっと待ってください。チカチカしてません？大丈夫ですかね？こっちは今大丈夫ですね。大画丈夫で面すか？ですか？大大丈夫で丈す夫でね。す。ではちょっとこれやっていきたいんですけど、なので、ここの中を作っていくんですけど、ちょっと先にお話ししたいのが、ライティングなんかで僕ら、習ったことでいくと、ちょっと明るくしますけど、ここが日陰の影で、シェードってよく言うんですけど、僕らのライティングを作るときに、シェードとシャドウは区別しないといけないよってよく言われていて、影って、普通に2つの文字を書きますが、影と影ですよね。日陰の影と、あと、シャドウの影ということで、ちょっとそこはいいに、ええってやつですね。区別をしなさいということとか、これあれですかね、物撮りとかでもあるんですかね。言われたり。物撮りとかもあると思うんですよね。まあ、被写体のいわゆる影、バックライトとか、逆光の時の被写体のいわゆる影と、落ちた影と2つありますもんね。そうですね。なので、ここはシェードですけど、こっち側はシャドウですもんね。そうですね。なので、現像するときに、ちょっと色作りっていうか、
仕上げるときに気をつけないといけないのが、シェードは潰してはいけない。シャドウは若干濃いめでもいいけど、ここは、まあ、階調を出した方がいいという考え方で、ちょっと僕仕上げていきたいんですけど、そんな感じでよろしいでしょうか。いいと思います。今ちょっとこう見えないんで、ガッと上げて、何が隠れてるんだろうということで、こう、上げていくんですけど、これあれですね。結構、ノイズ乗らないですね、そんなに。そんなにね、元々そのんなに、ISO 感度が低いんでしょうかね。低いと思います。日中のね、外とはいえども、アイスボカンの多分100でいけてるんじゃないかな、これね。だからですね。だから結構こうシャドウが上がってきてもノイズがそこにあんまり乗らない。気にならないぐらいですよね、これだとね。そうですね、そんなに、大丈夫ですね。なので、壁ちの質感ょだ。っとこういう様子になってるっていうことをまあちょっと理解しながらやっていきたいんですけど、カラコレ研究所です、鈴木先生がよく使われるやつを僕も使ってみたいですけど、このプロファイルですね、ここで、ちょっと探っていきたいんです。見てほしいのは、このヒストグラムの一番シャドウ側が今こっち側にくっついちゃってるので、そうですね。これが少しこう上がってきてほしいわけですね。こう、こっち側に。ちょっとこう変化してほしいなと思うので、それを見ながら、ここのプロファイルを、探っていきたいんですけど、こうやってね、これはカメラマッチングなのそうで、ですカね。メカメラ内に入ってるやつですね。ラの画像設定になるというとこですね。で、ここからアーティスティック。で、これでね、ちょっとやると、アーティスティックの2とかになると、この時点でもシャドウ結構上がってきてて、そうですね。ただ、ヒストグラムは動いて、動きましたね、今。動ヒきスまトしグラた。ムこんな感じで、ちょっとベタッとくっついていたところから、こっちにこう動いたと。動きましたね。ということで、これはベタッとくっついてますね。なので、このプロファイルを変えていくだけで、結構シャドウ、シェードとかシャドウのこの潰れの部分が改善される そうです場ね。合があるので、これなんか今日はちょっと一発目で使ってみようかなという。これもいけますね。ヴィンテージの4。上がりましたね。ありましたシェーね。ドが上がりました。シェード上がりましたね。で、5でしょう。6、6結構ね、6はね、上がるんですけど、階調がない上がり方してるんですよ、これ。本当だ。尖っちゃってて、で、4とかだと、これ階調少し残るんです、ここって。太いじゃないですか、ここが。そうですね。ただ、6になると、こう、細いまま、なんかマットみたいになってますもんパッね。トになって見たるん目で、も。ここもね、階調がない。潰れたまま明るくなってるんですよね。なんで、これを使うと綺麗に仕上がらない。ただ眠いだけみたいな感じになってる。そうですこね。れはちょっ確かとに。使えないですね。ヴィンテージの8とかもいけそうですね、これとか。8ね、シェード上がりましたね、一気にね。上がって、こシェーのドもいい辺し。の階調の改善が見られて、確かに。で、ヒストグラムも太い。そうですね。はい。で、9はダメですね。潰れてますね。潰れました。モダンに行くとどうでしょうね。モダンの1、2でしょう。モこのダ辺ンダはメでね、す結ね。構黒が締まるんですよね、モダンってね。あ、モダンはちょっと全般。ね、そうこでれすね。も8は上がここりだましたけけ、ど、マットですね。これもマットになってるんでダメですね。なのでね、こんなヒストグラムの見ながら上げてもらったらというのがあります。今のところ、だから全、ヴィンテーヴィンジテージ。の88ととか。か、いいですね。この辺結構シャドウ部が太いんで、本当で体す調ね。がたっぷり残ってそうなので、これ使いましょうか。なんか色味の雰囲気もちょっといいですね。いですここね。もちょっと、少しレトロな、そんな古い建物じゃないんですけど、レトロ風にしてあるので。これで、一回調整をかけたいと思います。なので、今ここには、ヴィンテージの8が上にかかっている状況ということで、ここから行きたいんですけど、もうちょっと、今ここにある、ヒストグラムにある、こ
この部分ですね。はい。シャドウを上げていくと、こう、結構、こういう動きをするんですよね、ヒストグラムが。で、黒レベルを上げていくと、全体が動いていくんですよね。そうでこすの辺ね。まで。なので、どっちがいいかなってちょっと見ないといけないんですけど、黒レベルを上げた方が今回はいいんかな、これ。壁の見え方いいですよね。なんかね、この中間調も一緒に動くんですよ。黒レベルを上げると。シャドウを上げるとあくまでもシャドウ部だけなんで、ちょっとこの辺の階調は動かない。ので、黒レベルでいきたいと思います、ここは。で、黒レベルを上げて、もうちょっとでこのシェードの部分ですね、ここの。この辺の明るさをまずは決めます。まあ、当然、若干この窓の風景っていうのも明るさが明るくなって、元々の絵と比べるとこうなってるんで、背景の青さがだいぶ、そうですね。これも動いちゃうんで、この辺はまあちょっと後で仕上げていくとして、ちょっと今このシェードを優先に考えていくと、こんな感じで、作っていきます。で、この時にポイントで、ちょっと鈴木先生に見てもらいたいんですけど、ここも一緒に明るくなってるんですよね。そうですね。で、ここはシャドウなんで、もうちょっと黒くてもいいんですよ、ここはね。そうですね。床はね、もうちょっと黒くてもいいですね。ここはシェードなんで、階調残っててほしい。ここはシャドウなんで、ここはまあ、黒くてもいい。ここもシャドウなんで、ここもちょっと黒くていいっていうことなんで、ここをちょっと調整していきたいんですけど、円形グラデーションフィルターをこうかけて、ここら辺にですね、円形グラデーションフィルターをかけて、シャこドウをこ落ちょとっすってこととですか？シャドウを戻したいと思うんですけど、やってみていいでしょうか。お願いします。これで円形グラデーションをこうかけます。こんな感じかな。今ね、これがちょうど入ってるんかな、円の中に。こういう感じですよね。そうですね。今、いいかな？いいとこですね。ここら辺がもうちょっと大きくした。こうしよっか。これだとおかしいの、形。そのぐこんらいな感がじいいです。気がします。そうですね。こんな感じで、あとはぼかしの部分がこれだと向こう影響しちゃうんで、ちょっとタイトにできて、このぐらいかな。で、ここに対して、シャドウをこう行くと、結構、床の部分が。暗く落ちてくるんで、これでシェードとシャドウの、まあ、コントラストがついた。という感じで、こんな感じでどうかなと思います。で、そうすると、最初の絵と比較すると、ちゃんと全部潰れないで、まあ、潰れはしてないんですけど、黒く残すところと、ここのシェードの部分を起こしていくっていうところの色作りがこれでできるのではないだろうかと、いうところでございます。なんで、こういうところら辺を、カラコレ研究所では、まあ、見ていくというところで、あとは、外と、これって、ちょっと、何月ぐらいなんですかね。1月、ね、2月とかなんです。そうですね、今年のね、冬だったかな。結構ね、ストックから適当に開いちゃって1月、2やった月んでのすけど、2時、3時とかっていう感じですか。時間帯は。時間はね、どうかな、これ、位置的にちょっと南から入ってきてるので、そんな時間だと思います。多分午後だと思います。ちょっとあれをライブラリーでイグジフジを見てみましょうか。あ、3月何です。時？ 3 月か、これ。あ、あ、もっ11時とぐあられい。ですね。もっ3と午月前の中で11す時ね。ぐらいだ。なるほど。3しょっ月のちゅう来るん11。で、ここ。近いから。
3月の11日ぐらいの光だっていうことを、なんかちょっとこう見てみると、3月の11時ぐらいになると、ちょっと暖色系に今降ってるじゃないですか。これはまあ、ヴィンテージも加えたんです、そういうふうになったんでしょうけど。はこい、れそうはちょっですね。と修正しますか。ああ、そうですよね。はい。これで、このまんま、色温度で、青い方に降っても全然いけるかなと思うんですけど、このぐらいですかね。どうですか、先生。見えます？見えます、見えます。うん。あ、やっぱりちょっとあれですよね。こういう感まあ、じでちょっすと、もんね。そうですね。ちょっと青っぽいっていうかね。はい。そこまで暖色系じゃないですよね。なので、今多分、ヴィンテージの8人したことで、そこ暖に色ね、系かの、ぶってきてるんですよね。はい。うん。ちょっと色温度の調整で4100、4200ぐらいですか。4200K ぐらいにして、まあ色を作ってみる。で、外の色は、こういう青空の色はこんな感じで大丈夫っていう感じですかね。青空はそうですね。はい。大丈夫と思います。ということは、なんかこんな絵どうでしょうか。いいですね。はい。見せたいところが見えてますもんうん。ね。なので、仕上がりとしてはこうなるんですけど、ほぼほぼもう触ってないですもんね、このロゴとか階調補正に関しては。そうですね。撮影の時にこプロのファイル黒だけでくすよ落ちてね。いる部分をちょっと補正していただけで、そうですね。うん。なので、こうするとあんまり階調整も崩れずにうまくいってないだろうかと思います。ので、こういう仕上げ方をやってみてくださいというところですね。はい。これでもね、カラコレ研究所実際に出てくるんですけど、撮影時にやっぱり露出が合ってないと、ここかなり触らないといけないんですよね。そうですよね。はい。そこだけはちょっと気をつけたいところですよね。なので、あんまり露光量触らなくていいとか、露光量も1、プラスマイナス1ぐらいの範囲内ですよね、これ。それ以上になると、ちょっと露出失敗したな、みたいな感じになるんで。まあ、綺麗ななんか撮影ができてるのかなっていうのは、ここ見ると最終的に分かる。ここなんかすんごいいろいろ触んないといけないってなると、もうちょっと考えて撮そう影でしすた方がいいね。ねと。で、その時にハイライト優先の速攻モードを使われてるっていうのが一番良かったっていうところそうですね。はい。で、あと最後の色の仕上がりで実際の、撮影した、時間。日にちと時間を見ながら、光の色を決定するというやり方でちょっとやってみました。なんかね、1月の2時、3時ぐらいの光ですかっていうのは、このヴィンテージの8にしたことで、1月のその辺の光に変わっちゃってるって感じですああ、確かにね。ね。元ああ、のそれはあね、るかもしれないです。このデータ見たら、あ、そうですねっていう感じがあるんですけど、まあ、それもあるので、そういうふうに見てもらったらどうかなと思います。はい。次、ちょっと見てみます。これは、ここはシャドウですもんね。ここはシャドウで、この人物のここはシェード、靴と。で、ここ全部、あとはシャドウ、全部シャドウですね。なるほど。シャこドウれですね。は、だから人物選択だけしちゃえばいいっていう感じですかね。まあ、これも実際どうしようかなとか思いながら、まあ、いじってないデータなんですけど。ちょっと、これで、被写体選択、被写体選択じゃないな。オブジェクト選択にして、こういっちゃいますかね。これでなんかうまく選択できればいいのですが。お、いけましたね。すごい、ちょっいい感じでと、す。ブラシで、この、
オーバーしちゃった分を、なんかな？こんな感じですね。うん、これでとりあえずマスク選択だけ知っといて、はい。で、あとはここハイライトでしょ？ヒストグラムを見ると本当にもう、ここが、ね、はい。で、ハイライトがこうなってるんで、まずハイライトから仕上げたいんですけど、この場合って、ですよね、ハイライト優先で速攻モード作っちゃうと、かなり潰れちゃう感じがするので、これはそうで普す通ね。にマルチパこターのン走時ね、マルチで撮ってると思うのですが、でも意行。うん。外と私、そのまま、ちょっと逆光の時って言われると、ハイライト重点で撮ることが多いので、ハイライト重点の可能性もあるかなという気ながるほど。ちょっとします。はい。で、これでハイライトを抑えて、もうちょっとここの階調性をこう出していうん、く。そうですね。はい。で、特にプリントするときは、ここを飛んじゃってると、やっぱりつまらないので、そうですよね、はい。ハイライト。で、これもハイライトを使うか、白レベルを使うかなんですけど、はい。白レベルを使うと、そんなに戻らないんですよ、ここが。なので、これは、ハイライトを触った方が階調性は出る。はい、確かにね、しっかり出てきましたね。で、こういう風にハイライトを触るっていうのがあるんですけど、ただハイライト触るとね、こっちも影響するんですよね。確かに。なので、ここはですね、マスクをかけて、どうするかな。反転させましょうか。これの、複製反転をして、複製反転をして、ここに対して、どうしたいんだろう。反転したここに対して、線形グラデーションで、こうしましょうかね。そうですね。この辺から、線形グラデーションで少しハイライトを抑えて、こっちが影響しないように、そうですね。うん、確かに。こうした方がいいかなと思って、ちょっと、こう、階調を出すために、線形グラデーションを、こっちまで影響したら暗くなっちゃいますもんね。そうですね。このあたりからですね。結構ね、影響ありますね。で、共になんか青さが出てきたんですよね、ここに。確かに、はい。かなり。なので、青っぽこくなりました。れに暖色系に振ってみて、ああ、でもなんか変な感じになりますね、これ。なんでしょう。グリーンが被ってるんですか？確かにね。でもともと、その、ちょっとね、緑っぽいというか、多分 FL っていうクリエイティブルックかけてるんで。ああ、なるほど。これで、ちょっとだけ、Y に振るとともに、M、マゼンタをちょっとだけ、グリーンの被りを取りながら、こんな感じですかね。すっきりしましたね。これで割と、なんかフラットな感じになったと思うんで、これで、さっき作った、ちょっと待ってくださいよ。これでいいんかな。全体的にこれでいいんですかね。ここはシャドウで潰れてはいない。多少この辺に筋が入ってますけど、潰れてはいないので、あとはここの、さっきマスクをかけたここの拡張性をですね、出すんです。シャドウを上げると、ちょっと、あ、こうなるんだ。このぐらいでもいいですよね。ああ、いいですね。確か上げすぎちゃうとこうなるんで。に。ちょっとこのぐらいですかね。そうすると、内側に、ちょっと見えますもんね、ここはね。見えます、見えます。うん。ね、足の地跡。肌が見えてますもんね。うん。なので、こんな感じで、全体的に仕上げてみたらどうなんだろうという。
これでもあれですよね。だいぶ、こっちが明るくなっちゃうんで。で、シャドウ部にちょっとやってみたいんですけど、青さをちょっとだけ、カラーグ影レーのディ部ング分。で、シャドウ部に若干青さを乗っけていくと、ああ、なるほどね。こうなるんだ。これ気持ち悪いですか？とだけ青が浮いてる感じになってま浮いすかてますね。よ。ちょっとだけ。なるほどね。これちょっと見失いましたね、ここで。意外と難サイしドい落でとしすた方がね。いいですかね、全体的に。ああ、確かに。私もそれよくやりますけど、サイうん。ド落とすってありますよね。サイド落として、で、あれにします？ちょっとセピアっぽくします？ああ、それはいいですね。全体に、ちょっとこう、こんな、サイド落とすと割と自然ですね。こういう感じにしてみたら、どうでしょうかね。なんか、ここが明るいのがちょっと気持ち悪いんですよね。確かにね。まだ。もうちょっそうでと、すね。線形グラデーションかけてみましょうか。これでちょっと露光量落としていったら、露光量落とした方がいいんですかね。ハイライト落とす。あ、その代わり。どうだろ露光量落とした方がいいですね。う。確かに。こういう、ちょっとまだ気持ち悪いな。こんな感じですかね。でも、だいぶ、落ち着きました。ました。こういう感じですね。ここがもう完全に黒くなってるんですけど、そうですもうね。少しだけこう出してみて。で、あとここに、これってなんか、向こうに建物かなんかがあって、で、青さが被ってるんですかね、ここが。そこで壁かな？なんかこう、ちょっと、こう、なんかあるんでしょ窓があって、う。壁かもしれないですね、そこは。なので、そこをちょっとこう、なじませてみた。色をまとめて。という感じでございます。まあ、一つの提案としてこんなんどうかなと。やってみました。もう一個ありますね。それもちょっでもとやっ似てぱるり、ところですなんね。かかっこいいですね、写真が。やっぱり。ちょっとね、影の、影。この、同じとこの別フロアですね。これ難しいですね。これなんか有名なデザイナーの椅子ですか？これ誰ですかね、この椅子ね。でもなんそうかあかもしりれない。まこすの、よここが美術館なので、ね。ここ自体が。これなんかデザイナーズチェアですよね。ね、ぽいですよね。これはでもなんか、ちょっとさっきの、あれで行ってみます？プロファイルを使っそうですて。ね、プロファイルで。これちょっと、どれを言ったらいいかみたいなのを。これ割と、階調あるんですよ、この辺のやつ。そうですね、潰れてないですよね。あ、これもかっこいい。あ、なんかアーティスティックいいですね。個人的にはこの辺も好み。そうですね、4。どっちもありですよね。サイドがあってもなくても。ああ、なるほど。ヴィンテージの4か、アーティスティックの4。どっちもいいですね。確かに。
これは結構明るくなりますね。やっぱり8うん、は。明るい。うん。ああ、結構もう色あなりますね。り、かなり。うん。そうですね。私、よく自分の写真はモダンをかけることがあるので、モダンだとしたらどれがいいですか？ 6 とか？ですかね、個人的にいつもどの辺するかな。結構か、ね、シャドウが閉まったりするとこで選ぶんですけど、結構2とか6とかその辺で選ぶような気がしますね。はい。これが2です。うん、ちょっと、なんつうか、黒が閉まってるうこん。とが、意外と選んだり。こ6れ使でっもていいます？ですね。うん、2でもいいですね。はい。2使います。はい。これで今結構コントラストをしっかりとついて、そうですね。見たイメージうん。が少し強調された感じ。はい。で、複雑に絡み合ったこのシャドウ部。うん。に特徴があるというところはい。うでん。す。で、この辺がシェードになっている。うん、そうですね。シェードは出てるんですね、きっちうり。んうん。これどうしましょう。ねえ、どんなど感こまじでがいいですもかかっね。こいい感うん、ねえ、あんまり、ね、ちょっと暗い印象だから、まあ、少し明るくして。じ。うん。露光量を上げると、こんな感うん。じ。上げてみます、露光量。うん、そうですね、少し。違いですか。これぐらい。うん、そうですね、はい。あと、こっち側の風景も一緒に明るくなってくるんうん、ですけど、そうですね。目線をこっちに持ってくるんだとしたら、少しうん、こっちが落とすかですけうど、ん。うん、うん、そうですね。すごい光が当たってるから、ちょっとね、明るいですよね、かなりね。一回やってみましょうか、どんな感はい。じ。なんかこれ、逆に不自然になっちゃう可能性もあるんで、光量落とすと、あ、こんな感じなんですね。もう大丈夫ですね。そんなに。うん、なるほど。半段ぐらい。うんうん。マイナス0.5。ぐらいにしときましょうか。はい。はい。あとは、これでもいい感じはしますけど、うんうん。ちょっと一回、額を。はい。そうですね。うんうん。あ、だいもうぶだいぶ明違い確にまなりすね。うん、違う。うん。ます。ああ、なるほど。面白い。うん。うん。明るくした分、ここを暗くしたっていう感じですよね。うん、そうですここね。今音どとの一緒辺ですだもんね。はい。うん。一緒ぐらいなんで、ここをちょっと明るくして、ということはこの辺で、ですかね。はい。いいと思います。はい。うん。なるほど。うん。ありがとうございます。はい。という感じで、うんうん。ちょっと、はい。デモをやってみましたが、はい。いずれにしてもですね、やっぱり、ちょっと思ったのは、ここですね、ここをですね、そんなに触ってないっていうんうん。う確かにね。うん。ここがなんか、ガーッとやんないといけないってなると、まあ、撮影時の露出失敗してるな、みうんうん。たいな感じそうにですよね。なうん。るんですけど、割とこう、この辺にしても、これほとんど、マスクだけでなんとかなっうている、ので、やっぱ現像しやすいデータを作るっていうとこですかね。んうん。うんうん。はい。そう思いますね。これは、うん。なんかあるのかなっていう気はしました。はい。です。またカラコレ研究所ぜひ皆さんお越しくださいませ。こういうことをはい。しながら、そうですね。うん。データを現像して、はい。撮影に至るまで、うん。撮影に、まあ、撮影から始まっていくんで、色作りは。はい。なので、そういうのを学んでいただければいいかなと思いますので、ぜひ、半年間のそうコーでスすになっておね。りますので、はい。お越しくださいませ。なんか結構、カメラの、ピクチャースタイルとか、クリエイティブスタイルを使って、撮って出しの人って結構いらっしゃるじゃないですか。はい。はい。うなんか、カラコレ勉強すると、撮って出しの方にもいい影響ありますよね、絶ん。対に。そうです。よく撮って出しでも、
全然良くない写真よく拝見するので、やっぱりちゃんと分かった上でそれを使わないと、やっぱりいい結果にはならないっていうのが私の結論です。なので、ぜひね、カラコレとかで、基本を覚えていただければ。取って出すしごの時くの、いい方に。カメラがプレビューしてくれる再生画面の見方もしっかりと見た方が。そうですよね。だから再生画面とヒストグラムの画面を切り替えながら、やっぱり、ここ潰れてる感じだなとかは意識しそうて。なんですね。会長が結構大きいですよね。それをしっかりと、その辺が多分見えてくるようになると思うのでね、またぜひ、本当に、より自身の作品を極めたい方は、カラコレ、ぜひ検討していただきたいと思います。なんて言うんでしょう、カメラから上がってくるプレビューって結構僕大事だなと思っていて、そうですよね。過去使ったカメラで、パナソニックのカメラから上がってくる色がもう嫌で嫌で。ありますよね。とにかくなんかプレビューを見てると不安になっていくんですよ。後で老現像すればいいっていうのがあるんだけど、ちゃんと撮れてるんかなっていう。確かに確かに。富士とかがやっぱり上がってくる絵ってものすごいテンション上がる。それね、後でいいので、シャッタースピードどれくらいなのでしょうか。シャッタースピードはね、私、意外と絞り優先オートで撮っちゃってることが多いので、ちょっと見ちゃっていいですか？50分の1ってことはないと思います。もっと早いと思います。これで、640。ね、これ2.8で撮ってるんでね、開放で。ISO が100で、だから開放でまず優先じゃないですか。開放優先して、あとは、だから ISO 感度もこれも完全に100で、100です。優先なんで、このシャッタースピードはもう成り行きなんですよね。そうですね。だからあ、ここ足がのなブんレてるやつか、ね。ブレてるやつ。あれいくつぐらいだろう。あれもでも同様ですね。これ、成り行きなので、このシャッタースピード。これ80分の1。これはでも6.3なんで、これはあれですか。ちょっと絞ったんですね。ちょっと絞ってますね。これね、そうですね。24、50とか使ってると思うので、そうです、そうです。2450ですね。24、50使ってるんです、これ。新しいレンズですね。そうです、そうです。なるほ24、50ど。の、なので、結構、焦点距離変えたり、絞り変えたりして撮ってるので、これはね、だから、なんて言うんでしょう、欠陥往来かもしれないですけど、ブレてることによって出てくる、ちょっとこう、動きのある絵っていうか、出てるんじゃなくって、歩いてるんだっていうのが、ブレでわかるじゃないですか。そうですね、だから、それが大きくブレちゃうとあれですけど、このぐらいだとすごいなんか、躍動感と動きがあって、すごいいいなと思いますね。でもなんか、とりあえず1枚って感じですね。なんか、ここ美術館なので、大体皆さんこう歩くペースってそんなに同じぐらいのペースで歩くので、とりあえず1枚撮って待つって感じですね。こう見て、あ、このぐらいのシャッタースピードでいけると思ったら、もうそのままセットして、やる感じですね。なるほどね。いいところになかなか歩いてこないっていうのがね、実際のところあるんですけど、だからある程度のところはこう決めていくっていうのは必要なのかもしれないですね。でも大体50分の1から80分の1、ね。たまに本当に動きが遅いときって30分の1でも全然ブレなかったりするので、東京駅とかそうなんですけど、休みの日の東京駅とか全然動かなかったりするので、本当に状況次第かなというふうには思います。そうですね。ということでございました。お題なお。素敵な影を素見敵てなみま影。しょう。たくさん来てたんでね、楽しみですね。私の方でも。こちらでございます。めちゃくちゃかっこいいですね、皆さんね。
かっこいいですね。やっぱ影ってすごいですね。被写体になる、なりうるっていう。なんかこの辺の絵とか、これちょっと誰のかわかんないですけど、めっちゃかっこいいな。ああ、なるほど。素晴らしい。わあ、すごい、これ。こっからかっ行きましこいい。ょうか。はい。AK65 さん。はい。はい。毎度ありがとうございますっていう感じですね。Z50、ニコン。62、Z62。これはだから完全に待ってた感じの。ねえ、ちょうど後ろの、木の影に重ねるように人物が来たところをシャッターを押してるって感じですよね。甘いですね。これ面白いですね。右側にもこれ木の幹が入って、ちょっと、額縁的な、そうですね、ね。はい、シルエットで挟んでるような。これすごいですね。だからかっもとこもいい。との探偵コーヒーは3対2なんですけど、真四角に近いようなほんとに。フレームはい。構図になってるっていうのが複は雑い。で面白い。ね。はい。なんか、計算されてる感じが、はい、すごくいいでもうす。計算してるんでしょうね、これ完全に。ね。ね、すごいいいですよね。はい。これ座布団2枚で。座布団2枚。私も最初の1枚、座布団2枚で。座布団2枚。次行きましょう。はい。あ、これ中崎町ですね。中崎町も変わりましたからね、だいぶ。そうですか。やっぱりね、変わりますよね、街はね。あ、これも面白いですね。はい。これようこ YNN 壁かな？さん。影アート。ね、木漏れ日の玉ぼけかな？ね、綺麗ですね。はい。なんか何でしたっけ？サンキャッチャーでしたっけ？はい。あ、それのような。複雑ね、なキラ回キラとして。綺麗ですね、すごいね。復。影の共演、うまいのは、この座布はい。団2枚で。はい、座布団2枚。はい。2枚。次行きましょう。おお、かっこいい。うよまいでくやすめね。て。こういうところって本当にね、黒つぶれとかで、こう重たい絵になりがちなんですけど、光を感じる。虎ノ影の門上ヒに映ルりズ。込み。こトんラなノモ感じヒルなズの？か。私、トラノモヒルズまだ行ってないんですよ、実は。ね、こういう、なんかオブジェかなんか置いてあるんですか？これ森ビルなので、トラモンヒルズと、麻布台ヒルズと、あと、六本木の森ビル。だから、なんか置いてあるんだと思います。蜷川実花さんの展示とかやってたんですよね、しばらく。なるほど。かっこいい。かっこいい。素晴らしいですね。これ、座布団言ってないですね、まだね。座布団2枚で。はい。私も座布団2枚で。2枚。次行きましょうか。おお、タガボンさん。かっこいいな。これは、どうなってる？床に映っ床てか。る壁なんですかこね。れ床もかっこいいですね。ちょっとね、質感のある床。ね。新緑の木陰の日差しが漏れ、模様のようになった影を撮影。DR3。なるほ地ど。面もかっこいいですね。ちょっとね、心象風景のようなね、イメージフォト。ただ単なる床を撮ってるというより、床自体にちゃんとしたディテールがあるというね、と、はい、すごい、これがかっこいいです。ここを飛ばさずに残していると。あとやっぱりね、この浅い被写界深度ですよね。それも、なんかすごく、幻想的で、かっこいいです。はい。いいですね。座布団2枚で。はい。座布団2枚です。布団2枚。次いきます。はい。お、なんだや。おなるでほやんど。さん、赤い電車。和歌山電鉄大池遊園。映り込む。なるほどね。こんなとこ走ってんですね。かっこいいですこね。れ、いいですね。いいので、あれですよね。もうちょっと色作りの追い込みが欲しいんですよ私もそう思う。ね。ね
ちょっとね、レ浅トいロチックで、まあ、それはそれでっていうところなんですけど、です。もうちょっとこう、なんか爽やかな、色作りができたら、さらこれにいいかなポと。イントカラーで空の色とかこの映り込みの緑の色とかをもうちょっと色相を変えてやってみたらどうかなと思うんですけど。好みではありますけど、なんかその方がこの赤い電車が映えますよね、きっとそうなね。んですよ。きっちり背景の色を作った方が、なんかね、この電車の色に対して背景の色がこれでいいのかなっていう感じがするので、これ、あれですね、次のカラコレ研究所で番外編でやりたいと思うんで、また送ってください。これやってみたいですね。これいいですよね。絵的には本当いいと思うんです。あ、こんなところあるんだ。こんなところにっていうのが、風のない日の逆の日差しにぜひ。そうですね。だから、ほんまにそんなこと言うてできるんかみたいなのをちょっとチャレンジしてみたいですね。いいですよ、でもこれ、座布団2枚で。はい、私も座布団2枚で。座布団2枚。次いきますよ。お、かっこいい。なんこれだよ。大阪ですよね。これね、ちょっとコントラストが高すぎるかなっていう感じが。ね、ちょっと HDR のような、ちょっと独特な会場になってるなるほどな。かな。ここまで硬くしなくてもいいんちゃうかなって思うんですけど。これ、ブリーチバイパス風にするんだったああ、ら、確かに確かに。もうちょっと彩度落としたいですよね。そうですね。このまま彩度を落としたら、ブリーチバイパス風になって、このコントラストでも OK かなになるんですけど、ただコントラストがついてるだけなんで、ちょっと硬そういですね。スキルなって思ってしまうんで、サイドを落とすというのがいいかなと思ったりします。絵はね、悪くないので、本当にそ絵こはでいいすよです。ね。構図的にすごいなんか好きですね。なんて言うんでしょう。やっぱり水の都っていうんですかね、大阪って。やっぱりその、わかりますよね。なんか独特なんですよね、大阪のこの街って、あの川とこの都市。そうなんです。東京とか横浜にはない景色で、だから見ると、あ、大阪だってわかるんですよね。かっこいい、それも。あそこにちょっと都会的な、こう、なんて言うんでしビょル群ですよね。う。そう、ビル群の塊と、あとはその道路が交差をしている立体的な、よく人です間ね。作ったな、みたいな。本当に。キャノンギャラリーの近くなんだ。なるほどね。まあ、いいと思いますね。いいと思うんで、なんか僕は、ブリッジバイパス風にしちゃえばいいのかなっていうところでございます。そうですね。座布団2枚で。座布団2枚。私も座布団2枚。座布団2枚。次行きましょう。お、これもかっこいいね。なんだよ。ああ、いいですね。シンプルに。歩道橋かな？駅かな？これもね、ちょっとサイド落としたいとあ、駅なんだ。駅の階段に見えた一筋の影。サイドをちょっと落そうとですす。ね。サイドちょい落としの、もうちょっとだけコントラストつけてあげると、この光の筋がもうちょっそうなんとで浮かす。び上がってくるかなというとここれだからろですね。錆びてる色作りをやらないといけないんですよね、ここの。だちょっと暖色系に振ってるのと、あとやっぱりこの周りでいくと緑がかぶってるんで、そのグリーンかぶりを取りながら、錆の色を作っていった方が良いのではないだろうかそうですね。と。この辺でなんか色、ホワイトバランス取ってみたら、フラットになるんじゃないですかね。そうですね。でで、も、向こう、いいですね、野田屋さん、今回。いつもとちょっと違う切り取り方をしてるのが、また、いいです。で、この来るぞ万博っていうのと、あと、カニエクスプレスの、これもいいですよね。このポスターがあるという、なんか、
感じが。新しいんだか古いんだか分かんない感じがいいですよね、すごいね。なるほどね。何駅なの？ね、ローカル線の駅って書いてローカル線の駅。なるほどあるんですね。ね。今頑張って告知してますからね、万博も。ねえ、だんだん、あ、これ来ま万した能よ。性の寺前なんですね。この前見たやつですね。寺前駅の万冬端の線っていうんですね。雪景色のこの前のカラコレ研究所の、ナダヤンが出してたモノクロでちょっと、雪オのレンシーン。ジ色っぽいはい。電車。あそこですね。あそこの雪駅。景色の日に撮ったんですね、これも。はい。これ言いましたっけ？座布団2枚。私も座布団2枚です。うまい。うまい。次行きましょう。お、これまたかっシこルエッいいト。です。OM1 マーク2で1240。なるほど。ね、いわゆるトンネル構図ってやつですね。あれですね。OM1 のマーク2のキットレンズですね。1240。1240、24から80ってやつですね、標準ズーム。2480。それまで OM1 は、1245だったんですよね。あ、キットではないんだ。キッあ、トそうで。か、2.8なんですね。2.8だからか。そっか。そう、キットはね、これ F4 なんですよ。F4 のプロレンズ。で、多分新しく出たんですよね。なるほど。はい。ここがどうなってるかですよね。ちょっと潰れすぎちゃってて。次を見た方がそういいですね。のか。あ、これああ、も切り取っこの、たんだ。こっちの、なまあ、るほ人物がね、ちょっと一歩進んで、今度光が当たってるってやつですね。ど。でもなんかこっちの写真で現像したいですこっちでもうちょいアップでいけるとね、ね。これちょっとアップにしすこれぎ。緩すぎですね。このちょうど中間ぐらいがベストかなってそういうで気がすよしまね。す。それで、ぐこらい。の階調ですよね、この天井とかのね。はい。ここら辺に何があるかを見たいんで、ここもあるよ。はい。なんで、ちょっと、ちっかさん、カラコレ研究所にお越しください。ね、ここちょっと確かに見たいですね。わざと潰したんだ。本人は分かってんだけど、僕ら見たことがない人が見たときに何があるんかなって思っちゃうんで、第三者が見たときに、なんだろう、これはってなってしまうところを。人は知りたがるんで。黒く潰れてるとそこ見たいと思っちゃうんですよね、人って。ねえ、逆に潰して天井少なくして、この道の方、光が当たってる道の方をちょっとフレーミングしてあげるとだかから、だと、こっちに近く状な況るがね、見と、えるから、そのき方がもにしかは。したら、写真的な良さは出てくるかなっていうふうに思いますね。で、これね、影がまだ寝てるんですよね。こう、影が寝てるっていうことは、まだそんなに日差しが強くないんで、3月とか2月とかになるじゃないですか。服装を見たら3月ぐらいかな。ちょっとね、暖かくなってますよね。高くなってくる方なんで、ってなると、ここの向こうはもうちょっと柔らかく仕上げた方がいいのかなっていう感じはします。ちょっとコントラストが高い。っていうか、ほとんどこの白飛びをしちゃってるので、ここが。あ、5月の連休か。5月ですね。あ、そういう、5月の連休の日傘10、さしてますもんね。11時ぐらいってこんなに影長いんですか？もうでも立夏ですもんね。もうちょい短い感じがするんですけど。横一の写真ですか？これは横一の写真ですか？横一なんかな、これ。あ、横一なんでしょうね、でも。バラ園を見に行ったついで。なるほどね。で、もし5月のっていう感じだったら、もうちょっとこの影を濃くしてあげたらいいんですよね。ここの影を濃くしてあげると、この向こう側のコントラストの高さにちょうど合ってくるんで、なんかこの影を見てるとまだ柔らかい感じがするんですよね。まあ、ちょっとそれからこれっぽい言い方をしてしまったんですけど。はい。これは座布団1枚で。座布団1枚。
私は座布団2枚で、はい。2枚。次行きましょはい。う。おお、なるほど。ねえ、綺麗ですね、影ね。なるほどね。これもだからもうちょっと影濃くしたいところですかね。もうちょっと濃くていいですよね、はい。でね、向こうが割と明るいんで、全体的露光量を落として、もうちょっと暗めでもいいのかなっていう気はしますね。ちゃんとなでやさん書いてくれてますね。5月4日、うん。16時過ぎ。うん。データ綺麗ですね、この。F11 まで絞った理由がはっきりと分かって、わかります。で、まあ、シャッタースピードは100分100の分の1で200、これ正解ですね。はい。200で、だからここはもうそんな動きがないんで、まあ100分の1でもいいだろうという判断といロスう。ト個性ゼロですもんね。本当わかりやすい。だからなんていうかな、マルチ速攻に完全に委ねて、でもなんかね、なでやさんのこのデータを書くっていうのが、本当カラコレっぽい。いや、これだから、僕、これだけの、この数字で撮ってますよっていう、この自信が見えます。はい。あとはだから撮影の日時を、ここはまあ毎回聞かれることなんで、これを書いて。で、14時過そうぎでしょ？14時過ぎだとすると、もうちょい暖色で仕上げても良いぐらい。ちょっとですね。うん。ちょっと暖色に仕上げてもいい感じがします。で、影を濃く。なので、露光量を半段ぐらい、0.5ぐらい落として、カラーグレーディングで、アンバーを乗せる。そんな感じですかね。うん、なるほど。座布団2枚で。2枚。2枚。私も座布団2枚でお願いします。2枚。すごいね。今日絵を描いてきてね、すごい。これかっこいいじゃないですか。光とか。いいですね。なるほど。床面に落ちてる。ちょっと面白いですね、これ。ちょっと観葉植物の影が光の中に入ってるのかな、これ。なるほど。コーヒー豆の樽もあって、どっかのカフェなんでしょうか。ちょっといいですね。なんうかん。こう、見えないものを想像させるような、ちょっと。これはもう見せ方ができて。1200のレンズを1本つけて、これがまた便利なんですよね。ね、使いやすい焦点距離ですよね。使い24、やすい焦点距離で F4 200。なんですけど、F4 透視なんで、これがまたすごい使いやすい。僕も使ってるんですけど、これ。うん、なるほどね。いいんじゃないですかね。すごく、雰囲気ありますよ。で、ちゃんとこういう影の部分が青くなってて、そうですね、そこも、これね。も、なんかちょっと暖色にしちゃって、この青い影の部分の青さが消えちゃうっていう現像方法をする人が多いんですけど、こういう影の部分の青さが、こういうところの、ところもちょっと青いじゃないですか。こう、若干青みがかった青空が入ってきてる。色の仕上げ方すごく、失敗していない感じがするんでいいと思いますね。確かに。これ座布団2枚で。2点2枚。はい、私も座布団2枚です。2点2枚。次行きましょう。うはーい。ん。ちっかさん、これもいいですおね。ー、桜。いいんですけどね、ちょっとここ詰まりすぎてるんで、ね、私もそこが今、パッと見て気になりました。もうもうちょっちょっと惜しいね。と、指一本分ぐらいここ欲しいですよね。ちょっとギリギリすぎて。うん。これだったらもうここ切っちゃうかですよね。そう見思い上げまてするんね。あんまりね、こう詰まってるとちょっと不安定な印象になるんですよこね。のあたりで切っちゃって、か、なんかもう見上げてる絵にしちゃった方が良いのではない。だと。そうですね。うん。いいんじゃないですか。なんか見に来てるんでしょうね。こういう桜を一人で見に来て。うん。はい。
あ、奥さん、かみさんですとか言ってお、そうなんだ。る。うん。奥さんだったら、もうちょっとこう踏み込んでいきたいですよね。うん、そうですね。本人うん、だったら遠慮しない私といけも。ないんだけど、まあ、モデルになってくれるかどうかっていう問題もありますけど、例えばちょっとこう、人に今被っちゃってるんで、ちょっとそこで止まってみたいな感じで、この人は行き過ぎるのを待ってからもう一枚取るとか、重なってるんでね、ここは今、人が。ね、ちょっと後ろね、ちょっとかぶっちゃいましたね。ちょっとその融通がもし効くんであれば、やってみたいところですね。はい。シドリフ。座布団2枚で。座布団2枚。はい、私も座布団2枚にしてくだ座さ布い。団はい。2枚。はい、ありがとうございます。はい。おああ、ー、いいでいいすね。ね。光と影。はい。ワイナリーの看板犬、花子さん。花子さいい日だったから、日ん。陰も気持ちいい。もうちょっなるとほど。アンダーでもいいかなね。うん。仕掛けっぽい感じにしてもいいかもしれないですね。太いっ太い。て何ですか？ワンちゃんですかね。あ、うん。太ってるってこシバと？ちゃんが。うん。ああ、これでもこう、寝てるからベタッとなってるんじゃないんですか？そうどうでだもろうな。うん。もうちょっと太ってますよね、きっとね。うん。悪い。かわいい。ワイナリーの看板犬ですからね、美味しいもん食べてるんじゃないですか、なんかこれ。ねえ、きっとね。うん。これでも、なんかね、やっぱり青く仕上げてて、ホワイトバランスがこの、ここに合ってるんで、ここ青くなるじゃないですか。そうですね、ちょっと青いですよね、幸こせれ袋。が、だからまあ、この青さは、日陰の青さで優先すると、それもありなのかなっていう、青さな感じがします。これをこっち側にホワイトバランス合わせると、ここ暖色になっちゃうんで、ですよね。あなたが。そうなると、これだからなんかちょっと初夏っていう感じなんでしょう。うん、そうですね。これで、この仕上げ方ぐらいでいいんかなっていう気はします。座布団2枚で。はい、私も座布団2枚。2本2枚。次行きましょう。はい。これかっこいい。ハッツさん。あ、いいですね。ちょっと的な引きけでど。ね。これ、それぞれなんですよ。ちゃんと、独立していて。あの屋根の下歩いてる人いいですよね、シルエットでね。いいんですよ。あとは、こういうラインとかが、効果的ですね。で、かっこいいね、確かにね。かっこいいですね。なるほどね。どうするかな。僕、ここで切っちゃうかもしれないですね。ねえ、あとちょっとって感じなんですよね。そこがちょっと。看板入れたくないなと思って。で、この人こっちから歩いてるんですけど、ここ詰まってた方が僕いいんちゃうかなと思うんですよね。まあちょっと緊張感が出てね、ストーリーは変わりますよね。もうちょっと、ここじゃなくて、こっちに寄っててほしいなっていう感じの。なんかトリミングして仕上げるかな。そんな感じがちょっとしますね。そうですね。もう一個あります。おー、いいじゃないですか。高いところからね、いいですね。ちょっとフラットな感じになってね、それはそれで面白い。これがでもなんか夏の影って感じするんですよ、僕。そうですこね。れ短が。くて、濃くて。さっきのだいぶ長かったでしょ、こう。ここにもあるんですけど、ここにも今ちょっと影が残っていて、ここになんか入れてほしかったなっていう感じが。ね、そこちょっと入れてよかったかなって感じしますよね。全もう体ちょっのちょっと詰まったと感じが。入れても、違うな。ちょっと整理しすぎちゃってる感じが。そうですここにね。もね、電車のマークがあったりするんで、そういう感じはちょっと印象がありますね。おー、かっこいいじゃないですか。おー、なるほど。
これ出したいですね、ここ。うん、そうですね、確かに。若い人。ね、少しちょっと色が見えてますもんね。見えてるんで、やったよ。オブジェクト選択して、もうちょっとこの赤の色を作っちゃってもいいかな。っていう感じをします。まだありますよ。おー、なる。かっこいいですね、これも。組写真なんですね。2つ確のか課題に先に出して、なるほど。これだから後で見る感じになるんですね。これなんか色のまとまり方が素晴らしそうですね。い。このスーツケースと。いいんじゃないでしょうか。これは座布団2枚で。私も座布団2枚ですね。うまい。次行きましょはい。なるほど。ああ、これ面白いね。京都。後ろ面白いですね。ビルの面白い。窓。グラフィックな感じの面白い。どう、やっぱり影の作る模様。いやー、すごいですよ。斜めにね、こういう、私もこういう模様見たときに太陽の位置とか見ちゃって、どういう影がどういうふうに作られてんだってよく、観察しておくんですけど、これ面白いね。本当斜めのストライプができてますもんね。いいんじゃないですこかれいいね。ですよ。私もこれはちょっと、技ありを、技ありですね、これはね。入れます。技あり。このバスもいいですよね。この赤のアクセント。で、これまあ、どこまで絞るかっていう話なんですけど、F11 ぐらいまでもう絞っちゃって、で、やっぱりこの、ちょっと私も平そう面です的に見ね。せてしまう。絶対それがいいですね。ね。ぼかしたりしないで、もう、ディープフォーカスがおすすめですね。もうその被写界深度の深さっていうのが、ちょっとこう平面的にさせてしまっていて、それがすごいなんかね、いい効果を出してる。絵はがきで欲しい。ね、いいですよね。ちょっとね、ちょっと海外っぽくてね、日本っぽくない。ピッカさんいくらぐらいだったら買うんでしょうね。絵はがき。500円。あ、500円。いい値段ですね。それはいい。500円だと思う、バッ僕チリも。ですよ。500円ぐらいいいですよね。500ちょっ円ぐらいと、で買いたいですね。ちょっとお300店とか円にでもちょっと飾安い。りたい。あ、売りますって。売でりもこまれす。かっこいい。本当、ポストカードとか、ポスターっぽく、ね、お店の壁とかに貼ってあげるとおしゃれな気がする。いや、いいんじゃないでしょうか。次行きましね、ょう。いいですね。バッチリです。技ありですね。技あり2ついきます。これもかっこいいですね。ガッツさん。これは僕ちょっと技ありかなと思うのは、ここで切っ影てとるんだね。けど、ここにちゃんと影がそれ面白いですよね。飛び出している感じがあって、よくここで切りましたねっていう、ちょっと残酷な切れ方はしてるんですけそうでど、すね。もっちり本当に低い方がいいですよね。首でバスッと切れてるので。でもまあ、その分前に飛び出てるっていうところが進行方向にも向かってるし、面白い。感じがするんですよ。面白いですね。なんか、これはなんか、あ、まだありますね。ああ、なるほどね。で、これか。あ、でももう、一番最初のやつだけでよかったんじゃないですか、こ私もそう思います。れ。もう一枚最初のだけでいいです。一番のやつだけで。薄くこれなっまあ、ちゃう？もったいない。色とかもありますけど、この一番最初のインパクトが、これだけでよかったですね。まあ、ちょっと僕は技ありを。技あり。ねえ、この一枚技ありなんだけど、全部入れちゃうと
座布団2枚かなという感じです。はい。布団2枚。次行きましょはい。う。ああ、なるほどね。メグオードさん、歯磨き。これ、いいですね。面白いですよね。なんか、爪楊枝にも見える。なんかそのわからなさは面白いかな。ね、なんかこれ、歯磨きってタイトルつけなくてもいいのかもしれないですね、もしかしたらね。想像に任せて。耳かきにも見える。そうそう、もしかしたら歯磨きってつけないで、ブラッシングとかの方がちょっと想像の余地残すかなっていう感そうじでしすますね、ね。そこ書いてあるからね。とか、なんかお手入れとか、系でもいいかもしれないですね。でも、影遊びで、いこう、ちょっとやね、ー、面デフ白ォルメした、見せ方は面白いと思います。い。座布団2枚です。2本2枚。はい。座布団2枚。座布団2枚。いきましょはい。う。おー、なるほど。ティ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 さん。面白いですね。影絵の世界。もうちょい影、強調しても面白いかなっていうところですけど、まあ、これはこれでね、ふわっとした光のイメージが強くて面白いですよね。多なん分か木々。同じような絵を見、僕、竹原で同じような絵を見た感じがする。これと。たまに出会えますよね、こういうね、ちょっとスクリーンのような影状態。でもなんかもう難しいですね。ちょっと真ん中にこのライン持ってきちゃったのがまずいんですかね。ちょっとずらして、少し単調さが出てるんですよね。ね、そうですね、この様子だとちょっと単調かな、もしかして影をもうちょっと強調できると多分そうです少かしダイね。ナミックさみたいなのが出てくるのかなという気もちょっとしてます。はい、影を濃くしましょね、なんかそうするとだいぶ印象が変わってくる気が。カラコレ研究所に来てください、ぜひ。ぜひ、はい、カラコレに。スカウトすると。次行きます。あ、違う。座布団2枚。はい、スム座布団2枚です。2本2枚。おー、なるほどね。みやさんね。面これは白いちょっですね。まっすぐですね、影がね。面白いね。と。難しいな、これでも。言いたいことは分かるんですけどね、ちょうどね、葉っぱが透過して。ちょっと普通すぎませんかね。まあ、ちょっと詰まりすぎてるってのもあるんですよね、きっとね。もうちょっと視線を落として向こうに抜けていった方がよくないですか、こっちが。それもありますね。奥行きとかね、なんかそのフラットさが面白くもあり、単調でもあり。これフラットさを生かすんだったら、ここもちょっと落とした方がいいんですかね。いや、どうしたらいいんでしょうね、これ。そうですね。もうちょっと飛ばした方がいいんでしょうかね。飛ばさない方が、会長出した方がなんかフラットな感じになって、絵っぽくはなりそうですよね。あと先生が言ったみたいに、ちょっとこう、もうちょっと下のポジションから取って奥行き見せたら、コントラストつけて少し見せてメリハリつけるっていうのが合ってそうな気がしますね。なるほどな。ちょっとこれ評価が分かれる感じがしますが、座布団2枚で。私もこれすごい難しいけど、まあ、座布団2枚。2本2枚。次行き視まし点ょはいいんですよね。雑草面白いのでね、本う。ねさん、これも面白いですね。まあ、こうちょっという。グラフィックですよね。ラインで、少しモザイクのようなね。A というアルファベットもちょっとアクセントにして。落ち葉だけ残したっていう感じなんでしょうね。あとこのクロスですよね、黒いクロス。これはない方が、要素が私多もくない方がいいかなという、それとその奥の影ですよそうね。ね。ない方がこれとこれはないいいか方が多分、すっきりというか、意図は伝わりやすくなるんちゃうかそうな。ですね。わかずもかしでれすない、けど、要素を増やしちゃってる感じがするんで。そうですね。
というふうに感じます。はい。座布団2枚。布団2枚。座布団2枚。座布団2枚。いきましょう。皆さん。なるほど言い方ね。は面白いね。この上のリフレクションとかもあって、ちょっと傾けてるのかな、ね。傾けてますよね。どうなんでしょうね、これ。こっから上だけでもよかったんちゃうかなって思ったり。リフレクションの部分だけ。フォートタワーホテルっていう文字は残しながら、この人たちが作る影がしっかりとあればいいんですけど、ここ自体がもう日陰になってるんで。着眼っていいんですけどね、どうしたらいいのかな。ちょっと僕は座布団1枚かな。座布団1枚。私は座布団2枚です座け布団ど、ちょっと構図に再考が1枚。必要かなっていう。今の構図だと多分天井が入りすぎてるし、そうですね。なんかそのあたりでちょっとバランスとか、主題を明確にするっていうか、まあこれ本当反射と実像とどっちをメインにするかっていうので、だいぶこう構図も変わってくると思うので、ですね。反射を生かすなら下をもうちょっとカットして、そう上なん。をメインにして、ちょっと自分の立ち位置でもうちょっと映りのいいところを探してとかっていう撮り方ができると思うので、そうですね。まあ、そこかなという気はしますね。次行きましょう。あ、これいいですわかりやすい。なんか、ね。この影で実際の被写体の形がちょっとこう、デフォルムされてユニークですよね。アイスクリーム、アイスキャンディーみたいになっててね。これオールドレンズで、ここ五角形の五枚までのやつを使ってるんでしょうね。ね、ゴーストみたいなの入ってますそれけがどいやね。らしいですね、なんか。ね。まあ、なんかオールドの質感ですよね。この光のちょっと、フレアゴースト。この人、ちょっと撮っちゃいますね、僕は。ねえ、ちょっとね、手前のね、あの黒い人はいいですけどね、この人影まとではいいね。んですけど、ここ、ね、このそこだけ影ちょっともいいね。んで、この人だけうまくこう、切っちゃった方が。ねえ、こっちも面白いじゃないですか、二人なんかいて。そうですよ、こっちも。なんかちょっとポーズ作ってて、この人だけはなんかちょっと無意こ味れがにいま中すよね。途半端 になんかなってね。るんで、たただかトにリミンね。グしちゃうとね、ここ影がそうで切れすちゃうね。んで、こそれのも、人は、被写見切体れじゃるなのをく待つみたいな。て、絶対選択して消しますね、これ。ねえ、ちょっとそこ、確かにちょっと惜しいな、そこだけは。いなかったそうすこるとなんかね、ちょっとこう、一気に現実感が出るんですよね、この人がいるとね。と。そうなんです。座布団2枚で。座布団2枚。座布団2枚です。2枚。いや、面白いですね。ああ、なるほどね。これも面白いですね。ちょうど光のところに。ね。影がまたこれ短は、いのがちょっと面白い。もう、次多分、クッタさんからこれ研究所いらっしゃると思うんですけど、あ、そうなんですこれね。楽はしみにしてもうます。ちょっとだから色作り的に追い込んでいった方がいいんですよ。絵としてはすごくいいと思うので。もうちょっとこのアディダスのこの辺は潰れててもいいんで、潰れてて、もうちょっと暗くしてもいいんで、ここの会長出した方がいいのかっていう。そうあでとすこのね。影が面白い。そう、この短い影がすごいいいアクセントになってるなっそうでてすよ。思いますね。これちょっがなんとかね、僕、参考5書月で。の影なんちゃうかなと思うんですよね、このぐああ、らい。確かに確かに。そう思います。ね、その初夏の光っていう感じがする。座布団2枚。私も座布団2枚で。これでももうちょっと良くなりそう、本当に。お、これいいじゃないですか。ないですか。ああ、なね、るシンプルでいいですよね。何気ない風景ですけど、いいですよね。ほど。竹ぼうきと。なんか色の整理もされていて、すごい。ね、日本的な。
で、上のところにね、ちょっとこの色のあるものがサラサラっとあって、うん、はこれい。はもうこっち側の空間と向こうの空間と、なんかこう、分けてる。で、こっち側の手前は、だから無彩色に近いんですよ。うん、そうですね。向こうはちゃんと色づいてるっていう、色彩的うん。うん。にこう奥行き感を作ってるっていうところがなんか面白い。うん、そうですね。ね、ちょうど桜の、ね、散った頃。これはちょっと僕、技ありを。ね、よくまとめてますよね。はい。素晴私らもしこれは、技ありいきます。はい。次行きましょう。うん、面白いね。ウルトラマン登場。これどうなってるんですか？これは何です何ですかね、この飛び出てたの。すごいですね、なんかね。ちょっと面白い。なんか、パラソルみたいのが横出てるんですかね。ポストから出てるわけじゃなくて。なんかちょっとわからないですけど。でもな、この登場感の、この、なんていうんですか、効果のある線。そう、笑いますよね。あと、この強い斜めのこの影。これも面白い。なんか花札っぽい感じが。なんとも言えないですよね。じわじわ系ですよね。影の中に、壁の質感が出てるじゃないですか。その辺もちょっと面白くて、そうです完ね。全に潰れてない？これもいいですよね。なるほどね。これは座布団2枚で。ねえ、ちょっと面白いから、でも座布団2枚。はい。2枚。次行きましょう。これはあそこと、生田中学の前。これすいいごじいゃですね。斜めの影ね。なんか桜のがボリューミーに見える。すごい。ない。だからこの人ちゃんと待っていたという、しかもこの位置で、みたいな。ね、人物リーナーじゃ全然違いますよね。これが、もうちょっと左にいたらちょっと面白くないけど。ね、ちょっとね、主張しすぎるけど、その位置はいいんじゃないですこのか。位あ置となんにいか、ることで、黒っぽい服だったってのもいいですよね。背景が白っぽいし、変に色のついたものを着てるより、はい。藤井さんシがンこプれ好ルで。きって書いてますね。これいい。ね。色もいいし。これは2枚。2枚。座布団2枚。2枚。いきますよ。なるほどね。映り込み。元街ブラブラ。ストリートスナップ。なるほどね。どこなんでしょうね、これ。ちょっと光と影っなんていか、う部分で言うと弱い。そうですね。なんかハングルが書いてありますね、そこね。ほんまですね。どこなんでしょうね。ちょっと工夫が欲しいですね。座布団1枚かな。1枚。工夫欲しいけど、まあ、ごめんな意さ図い。はわかるので。まだありました。ちょっと見えますね。こっちの方ああ。いいんかな。そうですね。そっちの方がなんか意図が見えやすいですよ見ね。えやすいですね。意図が見えやすここい。で切っちゃった方がいいですね。そうですね。そこはちょっといらないかな。なるほど。ああ、これが一番いいですね。なんかね。こっちの方がいいボでケす。と、動きもあるし、人物に。で、向こうの、なんかその影みたいなのがあって、ここは日陰ですけど、ここはちょっと単調かな。だから、全体でいくそうとです座布ね。団2座布団2枚。枚。座布団2枚。次行きましょう。なるほどね。木立ちさん、少し伸びた影。シンプルな構図。構図勝負みたいな感じですかね。まあ、シンプルですね。単純に座布団2枚で。面白いですね。なんか、アスペクト比3対2とか、ちょっと縦長の方が絵に合ってるかなって、ちょっとね、でも座布団2枚。座布団2枚。これはだから4対3ぐらいになってるんですかね。ちょっとね、ちょっと右側が多すぎるなという印象ですそうですね。ね。もうちょっと詰めてタイトにしたいところですね。これはトロストロパン。スパンさん。これ影面白いですね。鳩ですよ。
あマツオ先と、生。マツオ先生。それとね、このスズメがもう間抜けな感じが、このスズメいいですね。これはこちょっのとスズ天メ、才的もうな。ちょっとした欲しかったけど、このスズメいいですね。どうやら餌ね。付けすると人に間違えられるよ。いいですね。ちょっと天才的な。この鳩がこんだけ至近距離で飛んでも微動だにせず、スズメみたいな。本当にぼーっとしてますよね。これすごいですね。いやこれは大きくとらなくて、こう小さいのがいいですよね。こー。のぐらいの大きさ。はい。はい。ちょっとだけ整理できたらもう最高なんですけど、少し惜しいな。ちょっとこれ、技ありよ。技あり。私は座布団2枚ですけど、かなりユニークな1枚でいいと思います。で、これですね。トロ。ああ、面白いね。トロスまあ、パちょっとミさニチュアっぽい。ん。これ独も特いいわ。な、この時間を昼間取ってるんですよね。これ昼間ですか？伝統だから夜か。夜ですね。なんか電向こう灯の奥が明がるいから何かだったりする。放射状に伸びる影を作ってる。いやー、いいなー。僕、これもちょっと技ありを技あり。あこれはげす面白いぎですでね。これは技あり。面す。技白あい。あ、でもあれか。クミンってか、でも別々に出してたんですもんね。大丈夫です。り。いや、素晴ら公しい。園で面白いですよね。なんかね、ちょっと不思議な、なんか、違う世界に連れてかれそうな、なんか、ちょっと感じパでラすレよルね。ワールド感ありますね。そうです、そうです、そうです。これで、これが元今に。ね、転生するとかいうあれですよね、まさにね。あと上の方の赤い影。で、これですよね。あ、そうです。まゆないみさんか。からさっき言ったんで、なるほどね。これも面白いな。花屋の入り口。これはもう完全になんか、もうどう撮ってんねやろって思わせる一枚。そうですね。で、これは面白いと思います。座赤布と影。団2枚。座布団2枚。2枚。で、そんだけですか？ということで告知ですが、次回、ハントサロンは6、5ですね。もう5回目。本当ですね。6月の5日、水曜日でございます。で、6月分からこれ研究所、建物をまっすぐにするレンズ補正と変形テクニック。まあ、これはちょっと色味を作るということではないんですけれども、建物をまっすぐにするとか、やっぱり気になる縦のラインとか、ね、変形テク覚えてニッおきたいですね。ク。レンズ補正と合わせて変形テクニックを使うというところを覚えておきたいっていうのがあります。あとね、7月とかは今ここに書いてないんですけど、ボケを入れようと。ライトルームのね、ボケあるじゃないですか。あれがちょっと使えるようにだいぶなってきたんで、今使ってみてるんで、それをなんか7月ぐらいに入れようかなと今思っています。で、6月のダイナウは、集まれ動物の写真。で、7月が水や雨。で、8月が夏らしい風景ということでございますので、ちょっとまた皆さん貯めといてもらえるといいかなと思います。鈴木先生から告知何かございますか？私の方の告知は、5月の下旬に、神戸に行きます。講座もあるんですけれども、今私が、受け持っている鈴木智子アカデミーシーズン1、シーズン2の、メンバーの修了展の、展示もありますので、ぜひまた、ハドバの写真学校、遊びにいらしてくださいという告知。あと、セミナーですね。構図。そのタイミングで行きます。今、ちょっと、お題ナウ的なものと、初めての鈴木智子ということで、一緒に街歩きをするというのと、あと、フィルターですね。自分でフィルターを作ってという、そういう構図があります。自分で作っ
ってというところなんですけど、ただ作るだけじゃなくて、やはり外に撮影に行くことによって、やっぱり光というものをね、うまく利用して、まあ、今までと違う写真が撮れるという面白さ。先ほど撮ってた写真、ちょっとソフトフォーカスだったり、オールドレンズ風の、描写というのがね、自分の手作りフィルターから、得られると思いますので、一応ね、ブラックミスト風の、ちょっと、オールドレンズ感の出るような、そういった、フィルターを作るという、そして撮影するという講座がありますので、またぜひ皆さん、検討していただきたいと思います。あと、鈴木智子アカデミーが今、募集開始しました。募集開始しております。そうですね。はい。まあ、シーズン1から入っていただいて、一応写真の基礎というところをメインに、進めていくんですが、その基礎も、ただ写真が上手になるというのではなく、表現力を高めていくというところを、一応核にして、授業を作っています。そして、その先に、シーズン2。シーズン2はシーズン1を受講した方というのが、一応、限定になっていますけれども、シーズン1からシーズン2へ、進むことによって、表現力が格段に違いますね。今、同時に見てるので、本当にそれ言うと、シーズン1の人、ね、ますます頑張ってくれるかと思うんですけれども、本当にこの1年の学びというので、表現力が段違いに変わってきますね。なので、まあ、そのあたりをまた、まあ、スナップがメインというところですけれども、被写体というものは問いませんので、ぜひ、挑戦したい方、シーズン1、シーズン2、そして今回シーズン3というのも、開講、決まってますので、スナップ写真をより表現力の、高めつつ、ストーリー性の、ある写真を撮れるという、そういう、メンバーを育てていきたいと思ってますので、またぜひご検討いただければと思います。はい。シーズン1はもう開講決定を先ほどしそうたっでてすことね。はい。シーズン1、シーズン3も、はい、開講決定してますね。決定しておりますので、ぜひお越しいただければと思います。で、はい。今月末は鈴木先生に会いに行こうと。そうですね。はい。で、ぜひもう展示も見ていただきたいです。はい。まあね、普通のグループ展と違って、あくまでも修了展ということで、みんなに、お尻を叩いていますけれども、はい、本当に個性豊かな、作品が見れるんじゃないかと思っています。今ちょうど進行中なんですよ、今ちょうど最後の、はい、いろんなアドバイスをしているところなんですけれども、はい、まだね、プリント用紙なんかもかなり変えて、そのあたりもご案内しながら、の展示になると思いますので、ぜひ遊びにいらしてください。はい。ということで、終わりにしましょうかね。はい。ははい。い。皆さん皆ありがさんあとうりごがざといございまます。した。はい。お疲れ様までした来た。月お会いしたいと思います。おやすはい。みなさい。はい。おやすみなさい。お疲れ様でしはた。い。